はい、しおみんです。今年の2020年のテーマの一つとしてですね、幸せって何かなって正月寅さんとかも見てですね、考えてしまったわけですわ。で、いろいろですね、考えてるとですね、去年ぐらい、まあ2019年はですね、なんか自分が好きなことができるっていうのがなんか幸せなのかなって思ってたんですけど、これはこれですごい幸せな行動パターンやし、まあある意味会社行ってるわけでもなく、いらない会議をするわけでもなく、まあ大体自由にこうやって平日レンタカー改装したり、旅行行ったり、映画見に行ったり、劇団四季見に行ったりですね、してるわけでございますが、じゃあこれでなんか幸せなのかなっていうと、まあ幸せかなと思いながらですね、もうちょっと違う幸せがあるんじゃないかなと思ってですね、今考えているわけですわ。で、結論がちょっと出てきたんで、動画に撮ってみようかなと思ってるのはですね、こうやって自分が幸せだと思うことは1ハッピーじゃないですか。でですね、この1ハッピーをですね、誰かに喋るとですね、喋った相手がハッピーに思っていただけると、これ2ハッピーじゃないですか。でですね、それを見た僕がもう一回ですね、その人が嬉しくなったのを見てですね、僕も嬉しくなると、これで3ハッピーになるんじゃないかなと思うことがいろいろ思ってですね、結論的には超えると3ハッピーになるんじゃないかなと思ったりしてます。というのは、まあ、見る人が見たらしょうもない道具なんかもわかんないですけど、どっかで飯食ったとかですね、これめちゃめちゃ美味しかったの、誰かに知らせたいと思って動画撮ってるわけなんですよね、どちらかといえば。今まででしたら、どっか行って美味しいもの食べて、あ、これで美味しかったねっていう自分だけのハッピーやったやつが、動画を撮って誰かが、もしもそれでハッピーになっていただけるんやったら嬉しいかなと思って、これ2ハッピーですよね、嬉しいと思っていただければね。それで2ハッピーを、例えばなんかグッドボタンもらえるとか、コメントでいいコメントもらえるとかするとですね、また僕も嬉しくなるじゃないですか。なんかあの単純なやつなんで、どっちか言えば。そうすると1ハッピー、今まで1ハッピーやったやつが皆さんとこうやって動画でつながることによってですね、3ハッピーになるかもわかんないなと思いながら、今年はなんか生きていこうかなと思ってます。皆さんもどうかなと思うのは、今まで自分が楽しかったとかですね、いう思い出があると思うんですよ。で、それを誰かに話したりなんかで伝えた時に、その人もハッピーになって、それをまた自分が見てハッピーになれるみたいなことってあると思うんですよ。なんかそうなると、世の中いっぱいなんかいいことが起きるんじゃないかなと思ったりしますね。一番いい例は多分結婚式とか、そういうセレモニー系じゃないかなと思います。当然その、なんていうかな、こう、新郎新婦が結ばれることが一番こう彼女彼氏にとってみたら、一番いいことだ、ハッピーだと思うんですけど、それをみんなと分かち合うことによって、みんなもハッピーになって、そのハッピーがことを見て、また新郎新婦がハッピーになるみたいな、まあ、そんな感じですかね。それをなんか日常生活にもっともっと浸透できるような活動をですね、今年はやっていきたいなと思ったりします。まあ、僕の場合は仕事と旅っていうのをちょっとテーマにしてですね、今後もチャンネルというか、動画撮っていきたいと思うんで、また違う動画でも、お会いできればと思っております。よければチャンネル登録お願いします。それではまた。